こんにちは、親父の家のジジイです。大ボケ小ボケに行きました。2回目です。前回行った時も雨、この日も雨でした。まずは遊覧船に乗ります。前回は雨で運航が中止でした。今日もダメかと思っていましたが、やっていました。やはりこのご時世ということで観光客も少なく、乗船したのは私を含めて4人でした。地元の人から聞きました。毎年ゴールデンウィークやお盆の季節になると、この辺りは車が渋滞して動かなくなるそうです。ウィークデーは中国からなどの外国人の人気スポットで人がいっぱいだそうです。今は観光客は少なくなり、外国人は全くいなくなってしまったということです。ここからはちょっと観光ガイド風に川の説明をしていきます。四国三郎の異名を持つ吉野川は水量が豊かで流れが速く、両岸から急な傾斜面と岸壁が迫っています。大ボケ橋はその間近に見える美しい岩石や V 字谷の様子から日本列島の成り立ちがわかる全国的にも貴重な場所として国指定の天然記念物、名勝にも指定されています。大ボケ渓谷の遊覧船は約30分で吉野川を下って戻ります。渓谷を滑走しながら自然の手仕事、その壮大な景色をお客様に提供いたします。大理石と彫刻に似た結晶片岩が両側のボートの上にあり、お客様に素晴らしい景色を提供しております。夏には新緑、秋には真っ赤に染まった紅葉、冬には真っ白な雪まで変化する季節をお楽しみいただけます。大ボケ橋の両岸の岩石は2億年前から1億年ほど前に海底深く作られた岩であり、学名を結晶片岩と呼びます。
昔この辺りが海底だった頃の2億年から1億年ほど前に海洋プレートの沈み込み運動による高い圧力と熱によって作られたものです。大ボケから小ボケにかけてラクダのコブのような岩の層が山形になっていますが、この山形からも日本列島の成り立ちを知ることができる確実的に非常に価値が高い場所として国から認められております。皆様のまたのご来光を従業員一同お待ちしております。前回の大ボケ小ボケの旅では乗れなかった遊覧船に今回は乗ることができました。この遊覧船に乗るということがリベンジ目標の一つだったので大満足です。